嘘ついた生徒には厳しい元駅員の先生。はい、それじゃあ修学旅行の感想文を集めますので、班長さん集めてきてください。どうした小山、うん、忘れた、あ、いいの忘れちゃった。じゃあ先生一緒に取り行ってやるよ。うんうん、やってないんだろ。なんで嘘つくんだよ。やってないんだろ。3番うちいただきますよ。キセル扱いになりますよ。うん、やってないならやってないでいいじゃないか。なんでいちいち嘘つくんだ。一番そういうの嫌いですよ。頼むよ本当に。はい、じゃあ皆さん集めてきてください。これもあと職員すごいな。はい、みんなお願いします。後ろの席のうるさい2人に注意する元駅員の先生。はい、じゃあここの、赤で書いた部分ね、こちらしっかりとノート取っておいてください。はい、最高ミシェラの藤川と高田、うるさいぞ。うん、静かにしろ。次うるさかったら切り離すからな、そこ気をつけろよ。はい、最高ミシェラ切り離し運転で行きますのでね、気をつけてくださいね。はい、切り離しまーす。